ションです。チャンネル登録、高評価、お願いしましたよ。おすすて、おすすて、おすすて。ボスステーション、一押しアーティスト。毎度 DJ ボスでーす。はい、ボスステーション一押しアーティストのコーナーが始まりましたね。ゴールデンウィーク、やはりね、お出かけしたいんじゃないのということで、今回はね、裏切ったでしょね。ほら、コロナ気をつけろよとかさ、人混み出てくんじゃねえぞ無駄になとか、またボスはうるせえこと言うんだろうなと思ったあなた、残念。今回はそれんじゃなくてね、まあ3年間我慢してきたんですからね。そしてまあだいぶ落ち着きましたし、まあ、気をつけて楽しく行こうぜという、そういうお話の、延長といいますかでですね、まあ、ぜひ彼らの音楽耳を傾けてみませんか。ぜひ彼らの音楽を連れてお出かけしませんか。はい、そんなお話でございます。はい、でね、まあ、ボスはやっぱりドライブ行きたいなと思ってるんで、もうやっぱり音楽話せないよなと、切り離せないなということでね、でどうしてもみんなにも紹介したかったんで、今回はぜひ、彼らの楽曲聴いてもらえればと思います。1曲目いきましょう。アングライドでアップドラフト、どうぞ。Love you.
の空目指して」「きっと誰も知らない場所へ」「ほら風を掴むんだ」「ほら風を掴むんだ」はい、聞いていただきました。アングライドでアップドラフトという曲でした。めっちゃ良くない？まあ、もう素材の提供してもらっちゃってるから分かると思うんだけど、まあ一応お知り合いなのよ、ボスは。で、実は、最近まで、このアングライドさん知ってはいたんですけれども、ちょっと申し訳なかった。楽曲聞いたことなかったんですが、まあなんやかんやで、まあちょっとボス捨てで取り上げてみたらという。まあこれもね、もう結構複雑な話にはなるんだけど、まあうちの専属の、ミュージシャンのジーマくんね、ジーマくんからちょっとおすすめいただいて、せっかくだからね、そうボス捨てでラジオで取り上げたらいいんじゃないっていうことで、まあそこから話が始まったんですね。うん。で、ようやく、ね、ようやく楽曲を聴かせてもらって、うわーすげえいいじゃんってなったんですよ。はい。で、もうすぐに声かけさせてもらって、で、今回まあ紹介するという流れになったんですけれどもね。いや、アルバムなんです、これ。今曲の、後ろの映像は、ボスが勝手に、もう本当に勝手に、何の許可も得ず、勝手に切り張りしたり、いろいろいじくったんですけれども。で、一番最初にジャケ写出てきたじゃないですか。あれが、アルバムですね。マイルストーン。はい。こちらのアルバムですね。を今、まあ、発売中ということですね。よろしいでしょうかね。なんか各種サブスクの方で聞くことができるので、ぜひにということだったんですよね。ですので、概要欄の方にあとリンク貼っておきます。それからアングライドさんの、YouTube のチャンネルもあるということなので、そうね、リンクできるはずだな。はい、しておきたいと思います。もう直でいけるようになんとか、できるならします。はい。いや、逆に恐縮ですよ。いいんですか？そんなことしてっていうぐらいなんですが。まあ、怒られた時は怒られた時ということで、ね。はい。良かれと思ってやらせていただきます。いや、めっちゃおすすめなんよ。で、他の曲も、アルバムのね、他の曲もすげえいいんだよ。全部紹介したいぐらいなんだけれども、まあ、せっかくなんでね、皆さん、気に入ってもらえたなら、サブスクの方ね、ぜひお願いいたしますね。はい。一人でも多くボスステリスナーからもね、アングライドファンが生まれたら嬉しいなとボスも思っております。はい。というわけで、本当はね、もう一曲紹介させてもらおうかと思ったんですけど、まあね、はい、時間も時間だし、あと今言いたいこと言ったから、もうちょっとお前ら頼むぞ。サブスクして。ね。ボスはアップルの方で、アップルミュージックから、はい、購入しました。いいよね。やっぱり連れ出せる、気軽に連れ出せる、このツール素晴らしいよな。こういうので今時は音楽を、あれするね。いや、最初 CD を買いたいなとか思ってたんだけど、なんか CD あるのかなとかね。まあ、いろいろね、本当アングライドさん自身というのかな、にもいろいろと聞きたいこととかさ、ね、せっかくだから楽曲についてとかいろいろ聞いてみたいなとも思ってんだけどね。はい。まあ、それが叶うといいんですけれども、
はい、という前振りをしつつ、まあ今回はここまでかな。はい、でぜひね、皆さん、別にドライブに限らず、普段使いでぜひアングライドの曲どんどん聴いてください。すごくいい楽曲多いですね。うん、あとこれから出てくる楽曲もすごい楽しみになりますよね。はい、ということでね、今回の、ボスステーション一押しアーティストのコーナー、アングライドさん紹介いたしました。そうね、彼らの返事次第によっては続編もやりたいなと思ってるんですけどね。アングライドさんいかがでしょうか。ボスお待ちしておりますよね。はい、ゲストとか来てもらえたら最高です。ということで今回のボスステ終わりです。まだのボス。はいはい。あなたの、うん、今日のラッキーな方角は。方角ね、東西南北だよね。はい、夜遊びです。夜遊びボスステ方角ボスステ洋楽方角の方角か。